こんにちは。今回は銀座の通勤バッグ2023年事情をリサーチしました。最近ですね、物が高くなりすぎて革製品とかブランド物のバッグが特に高くなっていて、私の中では5年ぐらい前でもうカバンの値段ね結構止まってて、あんまり、いろんなブランドのねカバンを買い足してないので、最近のねみんなはどういうカバンを使ったらいいのかなとか、どういうカバンを使ってるのかなっていうのをちょっとねリサーチしてみました。ちょっとこれでね今回調べて分かったことは、もう本当に高くなってますね。2021年2年でこの2年間で、ブランド物によってはね 20% 以上上がったところもねあったんじゃないかなっていうぐらい値段が上がっていて、私が思っていた頃の値段よりもねはるかに高くなっていたので、もう本当ねどのカバンを持って銀座にね仕事しに行ったらいいのかなってね迷っているホステルさんたくさんいると思うので、ちょっと今回はリサーチしてみました。でまずですね、ちょっと年齢とかあと経験によって持つカバンって変わってくると思うんですけど、私のね個人的な感想としては、初心者の方、もう銀座入って1年ですよとか夜の仕事初めてですよっていう方は、正直ねあんまりいいカバン持たない方がいいのかなって最初は思ってます。で、どんなカバン持ったらいいのかなっていうと、大体ねそんなにいいカバンじゃなく、もう本当ノーブランドでもいいぐらいで、ちょっと頑張ってね1年以上勤めて2年目ぐらいに、なんかお客様からね買ってもらったりとかで自分で貯金してね買ったりとか、少しずつ買い揃えていく方が最初は印象がいいんじゃないかなって思ってます。高いカバンをねあまり1年目に持ってると、なんかこの人はもういい彼氏がいるんじゃないかとかね、お客さんがいるんじゃないかって思うので、売り出し中の身としてはあまりそういうブランド物のねバッグとか時計とか最初に持つのってそんなにメリットがないんじゃないかなって、この仕事においては思っております。なので今回はね1年目の子に関しては正直何でもいい、2年目の方やでそれ以降ね3、4年経ってベテランになってきましたとか、売り上げに、なってきて最近ではねお店の中でもランキングで、3本の指に入ってくるようになりましたっていうと、そろそろちょっといいカバン持った方がいいんじゃないかなと思うので、このぐらいの女の子を、ちょっとターゲットにしてね今回はねお話ししたいと思います。いろいろ調べてみたんですけど、もう私の昔ね駆け出しだった頃、銀座じゃなくて本当最初祇園だったんですけど、その頃ってもうね5年以上前だったんですね。15年以上前だとねもうバッグなんで全然違うんですよ。だいたい30万円ぐらいあればもうそのブランドの中のメインのもう顔になるようなこのアイコンバッグっていうのは買えたんですけど、今ね30万じゃね何にもバッグ買えないですね。もう今回調べて、唯一ね30万40万手が届きそうだなって思ったのが、前にもご紹介しましたセリーヌのラゲージバッグですね。これは女の子が仕事用に持っててもすごく上品で可愛いと思うし、収納力もあるし、でこれはだいたい本当30万円台ぐらい買えるので、新人の女の子や 2,3 年目の女の子はねこのあたり持ってると印象がいいかなと思います。でこの30万円台のバッグが本当調べた中ではねこれ一つぐらいしかなくて、もう私が昔新人の頃使ってたような値段のバッグっても今は買えないんだなってひしひしと思いました。それでだいたい今ね銀座で売り上げしてますとか、もう歴が長くなってきたよっていう方のねカバンを見ると、前も紹介しましたがピーカーブの一番ちっちゃいサイズが多いのかな。これでだいたい調べたら今65万とか68万で、これももうほんの 3,4 年前に比べたら値段がねすごく上がってるなって思いました。であと他にも動画でもご紹介しましたレディーディオールのミニですね。レディーディオールってサイズがいろいろあるんですけども、これぐらいのカバンなんですけど、それでも今ね65万円から70万ぐらいなのかなっていう感じでした。これもちょっと前まで50万いかなかったような気がするんですけど、もうほんとこの数年でこれめきめきね上がっていっております。だから3年目とか4年目でこのカバン買うの結構大変だなって思いますね。50万ぐらいだったらね届くと思うんですけど、いきなりなんか60、70になってくるとちょっとね一つランクがね変わるような気がしますね。そしてねあとよく見るカバンでは、ヴィトンのカプシーヌ、これがこういう感じですね。こういう持ちやすいハンドバッグなんですけども、これの一番ちっちゃいサイズで、値段調べてみたら75万円ぐらいでした。もうこれもびっくりで、私の思い違いかな、昔50万ぐらいやつこっちも
50万ぐらいだったんじゃないかなって思うんですけど、もう最近ね、カプシーヌがこの2年で2021年をね4回値上がりしたそうで、ビトン自体がで 20% アップしたそうで、で2022年もね何度かね徐々に値上がりしていったそうなんで、本当にねこのカバン自体がもう100万円がね見えてきたなっていう感じがします。100万円ですよ、もうびっくり。昔ビトン高くてもカバン40万ぐらいで結構いいのあったのになと思うんですけど、今はもうその一番ね顔になるバッグがもう75万とか80万とか、もうちょっと大きいサイズになるともう100万になってきたので、まあこの辺ちょっとね銀座にいても3年目4年目でね80万のカバンなかなか持てないんじゃないかなと思うんですけど、まあ売り上げしてたりとかママになるとこの辺りのカバンを持ってるっていうような感じですね。あとはそれから前から持ってる子、その値段がね高くなくて出だしの時から持ってる子は、まあ、持ってるんじゃないかなと。ただこの80万ぐらいっていうと、私の感覚で言うと、エルメスのボリードっていうバッグがあるんですけど、それが80万ぐらいで買えたので、それを結構ね売り上げの姉さんがね持ってたなって思うんですが、まあ、今エルメスはねご存知の通り物が全然なくて、店頭にね行ってすぐパッと買えるカバンがもうないので、ボリードもね探さないと出てこないと思うんですね。だからボリードの値段でね80万だったエルメス買ったわと昔は思ってたんですけど、今はもうそのピーカーブーだったりデリーリオだったりそのカプシーンだったりがね80万以上になってきたので、本当ねこの辺りがねもう混戦状態だなと思います。ただねボリードをね売り上げの姉さんが持ってるなかっこいいなってイメージが昔あったので、これがね3年目とか2年目とかのホステスだと考えますよね。だから私はね探していました、このセリーヌのラゲージバッグからこのピーカーブもしくはカプシーヌのこの間のね40万50万それぐらいのバッグで何か通勤バッグでいいのがないかなちょっと調べてみました。でまずいいなと思ったのがバレックストラのミニマイクロイジデってやつですね。まあサイズはどっちでもいいと思うんですけどね、ミニとマイクロ。このイジデっていうカバンは結構ね女の子持ってるんですよ。おしゃれな女の子や、まあ、上品な女の子、あとはね着物にも合うので、この価格帯でねこのバッグだったらすごくいいんじゃないかなって思います。やっぱこういうハンドバッグってねあった方がいいなと思うので、まあ、なぜかね銀座ってねこうショルダーバッグで出勤する人がねあんまりいないんですよ、この肩掛けの。だからシャネルのバッグで出勤してる人が意外と少なくて、まあ、シャネルといえばねマトラッセっていうイメージがあると思うので、ハンドバッグもシャネル出てるんですけど、これってあんまりね使ってる方がいないんです。だからこのバレックストラのこういう形のバッグを持ってたらすごくねお仕事にね長く使えるのでいいんじゃないかなと思います。でこの価格帯がだいたい43万から49万なので、このラゲージバッグの次で持ちたいカバンとしては、形もちょっとねラゲージバッグと違うし、ちょっとカジュアルからねちょっとエレガントになるので、このバッグがいいんじゃないかなって思っております。でもう一つこの同じ価格帯40万円後半で言うと、バレンチノの V スリングっていう形のねこのバッグもすごくいいんじゃないかなと思います。これがだいたい40万円ぐらいで、普通の革のね一番ノーマルなものだとこのぐらいの価格帯があるので、これも非常に使いやすいです。ただこのバレンチノってこれ結構持ってる子少なくて、やっぱりバレンチノって洋服と合わせたい、まあ、私服で使うってイメージがあるんですかね。私も何個か持ってるんですけども、それは全部私服用なんですよ。だからもしかして、まあ、もうちょっとねカチッとしたカバン持ちたいっていうと、もうちょっとお金を貯めて、そういったねカプシーヌまで頑張るのかなっていう感じもしました。といってもねカプシーヌも100万近いので、40万の貯金倍ですからね、80万円分ぐらい貯めないとダメなので、まあこういう V スリングとかイジゼとかこの間のカバンを3、4年目に持つのはありかなって思っております。あとはまた少し値段が上がるんですけど、デルボーのタンペートっていうカバンはいいと思います。これもお着物に似合うしすごく上品なので、使ってる女の子をちらほら見かけます。でこの形なんですけど、結構ねエレガントでね何の洋服でも合うと思うんですよ。ドレスも合うしワンピースも合うし、まあ私服の時でもねこうカッチリした場所に行く時はこういうカバンいいんじゃないかなって思います。ただまあ70万で言うとね安くはないですね。だけどこのカバンって上品なので、あまりこう同じ70万円の価格帯でも嫌味がないと言いますか、もしこの70万でねこれがシャネルだったりとか、あとはまあそのヴィトンのカバンだったら、おいいもん持ってるな、ブランド物のバッグだなってすぐ分かると思うんですけども、
こういったタンペイドとか、イジデっていうものはお値段は結構高いんですけど、知る人と知るというか、あまりカバンに詳しくない方や、まあ、ブランドもの詳しくない方はどこのバッグってわからないかもしれないので、まあ、高いものを使っていても、それがねちょっと生意気だなとかね、あこの人いいお客さんがいるのかなとか、いい彼氏に買ってもらったのかなって、あんまりなりにくいタイプのカバンじゃないかなと思います。まあそのあたりね、本当は値段見たら結構いいカバンだっていうのあるんですけども、ただロゴが全面出てないですし、カバンのデザイン上、まあ、このあたりっていうのは銀座らしくていいんじゃないかなって私は思っております。ということで今回2023年のカバン事情、いろいろね新しい価格でちょっと最新情報をリサーチしたんですけど、まあちょっとびっくりしましたね。ブランド物のバッグのね、値上がりがここほんと数年ですごくね急上昇中で、お給料ってそんなに変わらないじゃないですか。売上だって例えば、まあ、毎月ね1億円いってたお店が急にね物価が上がったからって1億5000 1.5 倍になるわけじゃないんですけど、カバンは50万円のカバンが80万円になったりね、もう 1.5 倍してるわけですよ。でそうなった時にお給料っていうのは、まあ、売上が上がらないと変わらないので、まあ、こう所得がね上がらず物が上がっていくってよくニュースでも今言われてますけど、いや本当にねその通りなんだなと思って、駆け出しの方にね銀座らしいブランド物のカバン持ってっていうのはもう、まあ、言えないなっていう感じがね今しました。なので頑張って稼いで3年目4年目に売り上げしたり、あとはね年齢を重ねて年相応になってそういうカバンを持つっていうのがね、まあ、今の値段から見てもそれがいいんじゃないかなと思います。だから新人の方は焦らず、まあ、普通の本当にもう普通のカバンでいいんで、ノーブランドでもいいんで1年ぐらいはそれで頑張ってお仕事して2年目に目標を立てて今言ったような中から何か買うのがいいんじゃないかなって思いました。ということで最新のね通勤バッグ事情でした。ご参考になればと思います。それではまた。バイバーイ。